これから言語と文学の課題第2弾、私の心に響いた美しい言葉について説明していきます。さて、日頃の生活を振り返ってみると、例えば友達や家族との会話、本や漫画を読んでいるとき、SNS でのやり取りや音楽を聴いているときなど、私たちは日々さまざまな言葉に囲まれて生活をしています。しかし、かその言葉が なななんととく通り過ぎててししまっいいいることも多いのではないではょうか。そこでこの課題では身の回りにあるさまざまな言葉の中からいいな素敵だな美しいなと感じる言葉を探しその中で一番気に入った言葉を掲示物にしていってもらいたいと思います。 今回の課題で使用するワークシートはこの2種類です。それではまず1枚目のワークシートについて説明をします。このワークシートには言葉の貯金箱の名の通り皆さんが生活の中で出会った様々な言葉を記録していきます。記録する内容は日付、出会った言葉、その言葉との出会い、言葉の意味、そして その言葉と出会って感じたことや考えたこと、どんな点を美しいと感じたのかの5点です。このワークシートには、1日1語のペースで取り組んでいきましょう。もちろん、1日に2つ以上の言葉を書いてくれても構いません。また、辞書に載るような昔からある言葉を取り上げてもいいですし、小説・漫画の作者や歌手などが新たに生み出した造語を取り上げても構いません。 造語の場合は辞書に意味は載っていないので、意味の欄にはどんな言葉なのかの説明を書いてください。そして、一口に美しいと言っても、さまざまな美しさがあるはずです。明るい美しさもあれば、物悲しい美しさもあります。言葉の意味を美しいと思うこともあれば、音の響きが美しかったり、目で見た時の文字の雰囲気が美しかったりすることもあると思います。 さまざまなこ観点で言葉と向き合ってみましょう次に2枚目のワークシートこちらは掲示用のワークシートです1枚目のワークシートに記録していった言葉の中から自分が一番いいなと思った言葉をこちらに書いていきますまず真ん中の大きな枠には選んだ言葉を書いてください 左下の何も書いていないてな枠はフリースペーススペです。選んだ言葉と似た意味のものを探してみたり言葉の由来を調べてみたりまた他の言語では何と表現するのかや絵が得意な人は言葉をイメージしたイラストを描いても構いません自分なりにテーマを決めて書いてみましょう作成にあたっては次に挙げる3点に注意をしてくださいまずこれは掲示物となるものなので 必ずペン書きするようにしてくださいまた記録用紙の内容をただ書き写すのではなく自分なりにさらに深めながら書いていきましょう特に左上の言葉と出会って感じたこと考えたこと言葉の美しさを深く探求することは重要概念として挙げている美しさや視点アイデンティティについて考えることにもつながりますそして 色やイラストフォントやどんな筆記具を使うかなど言葉のイメージを表現できるように工夫をしてみましょう最後にいくつかの作品を例として紹介したいと思います形式は少し違いますが作成の参考にしてみてくださいもちろん絵が得意でない人もいると思います 絵だけにこだわる必要はないので自分なりの工夫を考えてみてくださいまたそんなすぐにいい言葉があるわけないと思う人もいるかもしれませんですが何かいい言葉はないかなという意識を持って言葉に接することが言葉へのアンテナを高くするということにつながりますまずはその姿勢を大切にしていきましょう言語と文学の教室を彩る こだわりの言葉と掲示物を楽しみに待っています。